皆さんこんにちは、パチンコ界のですね通好みライター、森本涼子でございます。皆さん好きなパチンコライター誰ですかって聞かれて森本涼子って答えとけばなんかセンスよく感じますので皆さん覚えておいてください。さあ今のところですねまだ私全部の配信を見てないのであの出玉はどんな感じになってるかわかんないんですけれども、もしあの順番を追って見ていただいていれば、まあ大体機種のことはきっとパンチマガのポコミちゃんでわかる、しお姉さんでさらに詳しくなる、うんうんうんって思うかもしれません。玉出しますのでぜひねあの最後まで見ていただければと思います。無事抑えられましたので早速 CR パチンコウルトラ7-2を実践していきたいと思います。こちらのパチンコウルトラ7-2のスペックを簡単に、おっとちょっと待ってさ、後にしましょう、それは後にしましょう実は私が好きなエースのベスト3に入るエースが今出てます。この第2警戒態勢、私このね警戒態勢好きなんですよ。議事連の連続予告の回数とこの警戒態勢の第2、第3、これが複合してるんですが、紫保留がおそらく疑似3連以上のこう逆に疑似2連で止まった時はかなり熱いリーチに発展しますので、もうここですでにチャンスでございます。お、赤シャッターまで行きましたね。多分このここのね機体の文字の色とシャッターの色が連動してるはず。あ、もうミッションの枠赤ですね。赤タイトル、セリフは結構今チャンスアップ出てますよ。これミッション成功すれば発展ですし、発展するかな、ここのねタイトル赤タイトルもそんなに出るもんじゃないので、いける、いける、いけちゃう。あー失敗だけどこれでウルトラチャンスに発展するかもしれない。そしたら熱い、来た。まだ5回転ですよ、開始。スペックも紹介できてないのに。さあ、ウルトラチャンスです。まあ、ルーレットみたいに回っていって発展先、止まった枠のところで発展します。で、同行バーカーが入って。まあ、最終決戦に行くか、ウルトラアタックに止まるのがいいですけど、さあ、デバイス。さあ、どれで止まるかな。アタックとか止まってほしいですけどね。よーイエロー、よしガッツも超えて、アタック超えて決戦、よーマジでマジそんなうまいこといかないウルトラアイが出てきて決戦です。ここでさらにババババババとねハイパー来ました。ハイパーアルティメットセブンフラッシュ、よく言えた私よく言えたよ。これが三大激アツのうちの一つです。まあ、単体だと信頼度 56% ぐらいなんですけれども、3大激アツがですね3つ絡めば今回大当たり濃厚になっております。で他の2つがアルティメットセブンフラッシュ、あと金カットインなんですが、まあ、アルティメットフラッシュはねどこでも出てくるんですけど、ちょっと待って、そうだ、キング上リーチに発展するとテンパイ図柄が7になるんですよ。なので最終決戦は当たれば各辺濃厚です。ちょっと今のところ頑張りますからカットするところが1秒もないですね。ここでカットインがやばい緑赤金なんですが、緑だと、まあ、ちょっと不安になる。でもアルティメットがあるデバイスの、これが大デバイス、今のがねデバイス大なんですね。超大特大ってあって、特大だと、まあ、超タヌタヌなんですが、復活するかな、これ復活するかな、復活しないですね。はい、残念ながら激アツ外れをお届けいたしました。現場からは以上です。気を取り直して
てスペックを紹介したいと思います。今回はですね、大当たり確率約319分の1、そして核変突入率 65% となっております。核変中の右打ちウルトラセブンラッシュになるんですけれども、このウルトラセブンラッシュがですね、まあ、あのガンツとかにねありました小当たりラッシュになってるんですね。はい、なので、まあ、右打ち中はハマればハマるほど球が増えていきますし、右打ち中ラッシュに勝利すれば必ず払い出し2400発なので、かなり瞬発力のある台になっております。でもウルトラセブン13年前なんですよね、初代ね。あの13年前、ちょうど私20歳のピチピチの大学生だったんですけど、まあ、初代がパチンコ屋に、ね、あるのは分かってたんですけど、あのね、500分の1近かったじゃないですか、470分の1ぐらいかな。20歳のね、アルバイトで生計立ててるちょっと女子大生には敷居がね高いようなイメージがあったので、なんだろう、今319分の1でセブンを打ててるのがすごい嬉しいです。一応初日あと2日目もちょろっと打って、まあ、合わせたら、まあ、10時間ちょっとぐらい打ってる。お、入賞フラッシュ入りましたね。この UFO がついてる保留ですね。ちょ、まあ、入賞フラッシュ黄色なのでフラッシュの中では一番弱いんですけど、まあ、黄色、紫、赤で紫で疑似3、濃厚、まあ、逆に疑似3いかないで疑似2で終わった場合は、まあ、紫ならですよ、まあ、紫ならキング上発展濃厚になるので、まあ、でも黄色でもね、ここから伸び次第。あ、2機来ました、緑。タイトル、まあ、タイトル別に熱いわけじゃないんですけど、あのタイトル予告好きなんです。あのね、ニュワーっていうのと、あとこのセブンのフォントが好き。さあ、赤タイトルに上がりましたね。いいですね。もう一個欲しいですよ。もう一個ギジレン欲しい。スーパー行ってからでもギジレンあります、はい、上がるかな。チャージ上がらない、緑のままですね。まあ、よくてウルトラチャンス。 SOS 微妙だな。入ればね、もちろん熱いですけど、 SOS も入った後で、まあ、赤か金かっていうところもあるので、まあ、でも入っておいて損はないので、入るに越したことはないけど、行かないかな。ウルトラチャンス、ゆらゆらが、あ、止まっちゃいましたね。先読み、ドックンの先読み、これ外れ後に、あ、来ました、銀ゼリフ。外れ後のドックン熱いんですよ。あー、ダメかと思って油断してるとこういうことになるんでね。ドックン、いいよいいよ、今度これもう決めよう。あー、来た、タイトル来た。はい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 、まだね、チャージのハイパー見てないので、ハイパーね、もうちょっと出るよ。しかも切り下げできましたね、早速ね。これ2連で終わってほしいな。紫保留2連で終わると、決戦系に発展した場合、キング上濃厚なんです。ああ、でもまあそりゃそうですよね。切り裂き、はい、3発目。いや、いい、タイトル来て、チャージがね、まだ青。ああ、一気に赤、そしてタイトル赤、次回予告、いい、いい感じ。ああ、来ました、ハイパー、やっと来た。これが三大激アツです、ハイパーです。まあ、信頼度的には 30% ちょっとなんですけど、まあでも来れないことには始まらないので、来いよアルティメット、アルティメット来い。待て待て、まだ大丈夫です、まだ大丈夫。じゃあ、まあハイパーとアルティメットと金カットイン三大激アツなので、まあ、乾柴崎香川だと思っていただければ、今乾ですね。ね、柴崎がちょっと疲れちゃってると思っておいてください、セブン分からない場合は。あー、白タイトルか。その場合はね、もうこの保留が即座にアイス
これこれ、このままカットインまでね持っていかれちゃうとちょっとピンチですね。やばい、緑しか出る気がしない。これちょっとパスが通らないかもしれないですね。おいい、赤赤、まあ、繋いでますよ。あーよし、これまあカットインとここの保留が連動してるので、ちっちゃい、ちっちゃいんだわいやーそこでまあ台上来てればあったかもしれないな。結構当たるとき大きいの出るんですよ。まあ最後ちょっとこぼれ球復活ない。今日はつらいぞ今日は決まらないですね。いやーほんと昨日無駄に出たわ本当無駄に出た、何なんだよいやこんなことになるとは思わなかったです、さすがに。あのこれあれですよね、 YouTube で流れるやつですよね。最悪ここのね最初のサムネさえ盛り上がればいいと思うんで、もうあれやっちゃいません、プレミアムモード一応調整できるんで。じゃあ早速変えよう、プレミアムモードオンでサムネ詐欺と言われても構わない。ああ、ありがとうございます。あ、なんて気の利いたウルトラセブンだけにセブンアップ、ちょっとこれをもらって出さないのはないですね。セブンアップいただきます。優勝フラッシュ紫入りました。この次これです。あデバイス戦闘きた。いやこれは気持ちいい。この絵バイブ入りましたよ。はいはいはい、ライオンもうオルトラついちゃえ。まあ、ここは継続。はい、3連。いやーまた来た、また来てる。あれライオンモードだけに雲行きが、あ、でも1点敗。あ、ちょっと待って、セブンチャージ赤まで来ましたね。金まで行けばハイパー濃厚、決戦系濃厚なんですけど、1点敗で決戦系まで発展したら必ずキングジョーなんですよ。で逆にこれでキングジョー以外のものに決戦で発展したら超タヌタヌなんですね。いやこれどうかな、赤チャージだよ。で赤ゼリフ、赤タイトル、赤ゼリフ2個絡めば発展の子なんですけど、いけいけいけ、行ったらめっちゃ熱い、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い、めっちゃ熱いです。キングジョーです。逆にキングジョーに行っちゃダメなんですよ。来るでしょ、来るでしょ。来ました、アルティメット。これはこれはタヌタヌもっと強楽マークとかタヌキとか、これじゃあ地味、サムネになるには地味です。法則ですけど1点敗ね。あーしかも同行赤まで入ってね。はい、赤ガットイン、地味だよ。特大で、あーでかい特大来いよやりました、やったー、地味なプレミア私が悪いのかな私が地味だからプレミアムも地味なのかな。まあでもこれを機に法則覚えてください。いや実はね、開始5回戦でキングジョー行った時私気づけなかったんですけど、あれ1点敗だったっぽいんですよね。
なので最初の5回転の場合はあのキング・ジョーイタリーチはキング・ジョー行かないでって祈るのが正解だったっぽいですけど、まあでも一応当たりました。いやこれでなんとか確変であってほしい。さあ問題は、はい、いきます。さあここの5に通せば大当たりがスタート。はい、そしてバトルはもうあの最後のメーターだけ、メーターというか残りの数字だけです。さあ4ラウンド取って撃破すれば晴れて確変。さあもうあの4ラウンド取ったので手離してみてるとき、あの100がデフォルトです。でも100と77しかないので77プレミアム多い。おおおお、ためるためるね、めっちゃ気持ちいい。よかった確変でした。一応あの激闘モードが新しい、まあ、モードで、ウルトラバトルモードは、まあ、初代ゆとりのというか初代に馴染みある人におすすめのモードです。まあ、せっかくなんでね、一応まあ5人の中では若者の方だと思ってるんで若者向けのモードからいきたいと思います。はい、これ成立でバトルで初当たりのですね 65% であのラッシュ突入するんですけれども、あのラッシュすべて小当たりラッシュついてくるので、まあ、ガンツみたいに超ガンツ引かなきゃ小当たりラッシュがついてこないという仕様ではないです。でこれもうリーチかかったらこのこっちに止まって、来ましたビーフロー早い早い早い。でまあ加速中に鉄杯かかれば勝利濃厚。はい、必殺技です。バトル開始直後にドーンと落ちてくれば必殺技。一応まあ3種類あります必殺技。あの真ん中3個中の真ん中でもまあ今回ピンフラなってるし、1図柄緑図柄の天敗、今回あの赤図柄緑図柄青図柄ってあるんですけれども、あの緑以上はかなり熱いです。で大体青で止まる、むしろ緑もねあんまり止まらないので止まった時点で結構熱い。やりました、とりあえず1回2400取れました、よかった。はい、でプシャーっとね、はいはい、ウルトラのウと同じような、これ上にピッてつけばウですか、ウルトラのウです目が細かいよね、七図柄のデザインもね、これで七図柄です小当たりラッシュなんで、まあ、正直もっとハマった方が良かったんですけどね、6回転で当たっちゃいましたね。はい、さあ引き続き小当たりラッシュです。でウルトラ激闘モードはですね、こういう今みたいな、おっとこのアクションが始まったらもうあの止めてください、今小当たり挑戦してないので。でまあ外れ図柄が止まるちょい前ぐらいからね打ち出してほしいですね。あ、こうなったら一回止めてください、危険やばい。で激闘モード中はキングジョー以外の、まあ、成人怪人とのバトルはセーフなんです、あの負けがないんですけど、あやばいですね、あのタイミングで回避できなかったらまずで、危険度今4なんですけど4か55だと逆にプレミアムになるんです。今非常事態発生が帯が3周、まあ、3周になってるんですが、これが減ればまあちょっとずつ、まあ、継続の可能性が上がってくる。今1個も減らないのでかなりやばいです。縦早い、ちょっと待ってくれ、あのさっき7回転ぐらいで当たって今度4回転、小当たりラッシュ、おい小当たり復活がない。いやーこうなると、いやーないです、あ小当たりどこ行った。まあの実は右打った後ちょっとね球を打つと
ここのパカパカの開放が長めなので結構球拾ってくれますよっていうことが精一杯ですね。小当たりラッシュを全く活かせることなく時短に入りました。右打ち中の突然時短は時短が50回になります。で初回の通常渡りは100回転つくんですけど、もしこの50回転中に通常渡りを引き戻したら今度は時短が100回転になります。ただこれ今カウントダウンモードですけど、突然各変の可能性もあるんですよ。何パーだったかな、 10% ですね。突然時短の振り分けが 35% で突然各変が 10% あって、その場合はカウントダウンモード50回転全部消化した後で告知されます。いやもう 10% にかけるしかないですね。来いカウントダウン、来い来い、いやラストこの後シャッター閉まって、まあ、連チャンに応じた称号がもらえるんですけど、その称号がね蘇るウルトラマンとかなら、あーこれだとダメですね。各辺に復帰するんですけど、これは抜けですね。はい、もうあと何回かはチャンスあるはずなので、まだ諦めずに狙っていきたいと思います。私さっき当たりましたよね。吉本パチンコクラブのアカウント一切更新してくれないんですけど、何なんすかね。今そろそろ私もアップされてんだろうと思って見たんですけど、ずっと1時間前の塩姉さんパチンコウルトラ7-2実践中のままなんですけど、お腹も満たして午後また初当たり目指して頑張りますって、私だって初お腹満たして頑張ってるわ。吉本パチンコクラブ、スタービラ選手。さっきと一緒なんですけど、特大、大ですね。まあ当たりはいいでしょう。いけーいけー、通常引き戻すしかないですけどね。え、今ね動かした瞬間に返しがありました。回避回避、食らってんじゃねえよ。もう本当に、いやもうよー、母さすが母、やりました。いいのいいのよ、頼む、耐えて、やられた。早い、当たりは結構引いたよ。先に言っときます、時短中の休みたい人は私の受精見てください。いやもう一粘りしよう。あ、ついに吉本パチンコクラブが私の当たりもアップしてくれてる。まあ、よく言えばあれですよ、ビューティープラスかけてほしいんですけど。うわー久しぶり、久しぶりに来た。入場フラッシュ紫です。この次これですね、3機来た。おお1だよ。これまたあるんじゃない。ここはでも疑似連行くよねきっと。え、カプセル、え、紫で、うわちょっとこれ熱いんじゃない、赤カプセル、へえ白タイトルなんだ。これ多分決戦行く予定なんで、紫保留で疑似さんじゃないってことは、これウルトラ、いやこっち来るから、そっち来るよ来るよ来るよ、これは行きます。いやー頼むよ、素晴らしい。あとはキングジョーに止まらなきゃいい。
これ当たったとしたら 3回とも同じような当たりになっちゃうんですけど、いいねキング・ジョー以外だといいんでしょ。5分の4で当たりですよ。全回転が4個あるようなもん。いや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 、ほれほれほれ、えええ、え、ああやった頼った、危ない、キング・ジョー回避したぜ。こうなったらもうゼブラタイトル来ました、アルティメット。いやこれあれですね、最後の最後忖度入りましたねサムネに使って、このレインボー保留、まあよく言えばゼブラだったけどね、タイトルはね、よかった、諦めないで、気持ちいいね。そう、5番まで入っちゃって、最後もしかしたら特大で入るかもね。わー、金かっこいい、レインボーなんだ、特大、だけど、いや今のはいい素材、通常時の初当たり3回とも全部法則的なタヌタヌでした。他の人の実践でいろんな当たり見てください。私は法則担当で、ほら来た、まあ上がっとこうや、まあいいか、もしかしたらラウンド中の77とか見られちゃうかもしれないしね、それ狙いで、よかった、諦めないでよかった。いやーここですね、77で来い、おー来た、いやーありがとうプレミアムモードやりました。最後の最後、いい素材がたんまり釣れました。実践終了です、イエーイまあテンション上がってこないのはちょっと理由がありまして、今日の最高ポイントが3000発ちょいポイントぐらいになったので、いやこんなはずじゃなかったんですけどね、イメージしてたのは、今日ね1回しか勝ってないんですよちゃんと勝ったのが1回だったので、まあそれじゃあしょうがないなっていうところはあるんですけれども、まあでもね何回か右打ちもできて、まあよく言えばラッシュもうちょっとハマってほしかったなっていうのはありますけど、あれですね、あと昨日一昨日と予習したんですけれども、激闘モードの方もウルトラバトルモードの方も全然予習が活かせなかったっていうのが、まあ、心残りではありますけど、やっぱり初当たりの方は充実したと言いますか、結構楽しめたので、まあ、3回が3回とも、まあ、1先輩からのキング・ジョーに行かず超タヌタヌみたいなね、まあ、同じようなことデジャブが3回起こったような感じありますけど、けどやっぱり強楽らしい当たりと言いますか、まあ、強楽騎手といえば細かいところまで設定された法則が魅力だったりするので、まあ、その辺がお伝えできたのは良かったかなと思います。そして次回はですね、大先輩ヒルシヤングさんの配信になるんですけれども、出やー出やー出たータヌタヌーとか言ってる間になんかすげー玉が増えていくような気がしてるので皆さんぜひ最後までご視聴いただければと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。さよなら。